皇居では、新年の一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下や皇族が宮殿のベランダに立ち、集まった人々に手を振り、挨拶をされました。新しい年を共に祝うことを誠に喜ばしく思います。本年が国民 一人一人にとり安らかな穏やかなものであることを願っています。年の初めにあたり、我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。 参加は両陛下のほか、皇太子ご夫妻や陛下のおじにあたる三笠宮ご夫妻も参加されました。陛下の挨拶は午後にかけて5回行われ、皇居には平成になって2番目に多い8万1540人が訪れました。秋篠宮ご夫妻の次女、加さまは、今年の12月に20歳を迎えて成年皇族となるのを前に、一般の参加者とともに参加を見学されました。